ドランダス・パクサスは、リトアニアの政治家。元リトアニア大統領、同国元首相、元ビリニュース市長、元欧州議会議員。1956年、リトアニア北部のテルシェイに生まれる。1984年、レニングラード民間航空アカデミーを卒業する。以後、パイロット、会社社長を経て、政治家となった。政治家としては、もともと、 リトアニア共産党員であった経緯から、リトアニアの独立回復後も、継承政党のリトアニア民主労働党に所属していた。しかしパクサス自身は、保守を辞任していたことから、1995年、民主労働党を離党。1997年、祖国同盟から、ビリニュス市議会選挙に立候補し、当選、市長に選ばれる。 1999年6月、リトアニア首相に選出される。しかし、同年10月外資導入をめぐる、閣内不統一で総辞職する。1999年12月、リトアニア自由連合に移り、代表に就任。再度ビリニュース市長に就任した後、2000年10月、再び首相となり、内閣を組閣する。2002年、 政策の不一致により自由連合を離れ自由民主党を決闘して党首となった。2002年12月に自由民主党から大統領選挙に立候補。2003年1月の決選投票で現職のバルダス、アダムクスを破り当選する。しかし2003年10月にはロシアの国際犯罪組織と大統領との癒着を指摘するスキャンダルが起こった。 2004年3月には、リトアニア憲法裁判所が、国家機密保持などに関する大統領の行為を違憲と判断した。同年4月に、リトアニア議会が大統領弾劾を可決し、パクサスは大統領の辞任に追い込まれた。また、この弾劾により、国会議員選挙への立候補が生涯禁じられることとなった。なお、2011年に入り、 欧州人権裁判所がこれを違法とする判決を下した。パクサスはその後も自由民主党の党首を務め、2009年、欧州議会議員選挙を経て、欧州議会議員に選出された。2018年5月、秩序と正義所属のペトラス・グラジュリス国会議員とともに、市民運動、私は民族を叫ぶを設立した。この名称は、 ビータ・ウタス・ケルナギスの歌のタイトルにちなむ。2018年9月、秩序と正義を離党し無所属となったため、事実上大統領や議長に立候補することができなくなった。2019年7月1日、2期10年務めた欧州議会議員を退任した。ありがとうございます。